イクカオル通り、標識千本東イルから、東方向 NHK 京都放送局の外観、イクカオル通りは、京都市上京区の東西の通りの一つ。東は西、日暮らしから、西は千本通りまで、長さおよそ500メートルの住宅地の中の交通量の少ない通りである。途中、東から、知恵公院通り、美福通り、上福寺通、土屋町通りと交差する。 名称は、幾薫通りのほぼ中心を南北に貫く、美福通りとともに、平安京大大理に存在した宮城門の名に、由来する。幾薫通りの名前の由来となった、幾薫門は大大理東面に、美福通の名前の由来となった、美福門は大大理南面に位置した。幾薫通りが位置する、主税庁は、近世には、京都諸市大が位置し、近代には、 京都府監獄所が位置した。跡地は天皇大霊記念京都博覧会の会場としても活用された。京都刑務所が存在した区画は、北は現在の丸田町通りの若干南側である、酒税町域北辺、南は竹谷町通り、東は西、日暮らし通、西は千本通であり、幾おれ通りはその区画の中央を東端から西端まで貫いている。 イクカオル北通りは、イクカオル通りの北に位置する東西の通りであり、イクカオル通り同様東は西、日暮らし通から、西は千本通りまでである。イクカオル通りの南に位置する、イクカオル南通りも、東は西、日暮らし通から、西は千本通りまでの東西の通りであるが、途中、知恵公園通りと美福通の間を二条児童公園で分断される。イ香る下通りは、 イクカオル南通の南に位置し、東は西、日暮らし通から、西は知恵公院通りまでの短い通りである。イクカオル通り、竹谷町通り、知恵公院通り、美福通に囲まれた場所に位置する二条児道公園には、平家物語の伝説である、源頼政の縫退治の後、頼政が立ちについた縫えの血を洗ったと言われる縫え家がある。ありがとうございます。